はい、どうも、監督と申します。ビカムアレジェンドマドリーへの帰還、マルティン・エガルト物語やっていきたいと思います。今アジア最優秀選手がね発表されましたね。はい、フットボールザアジア、インアジアですね。はい、ちょっとね得体の知れない選手でしたけど、はい、現在ですね、どんな感じだったかな。はい、首位、走ってます。で第16節終わってね、現在チームは首位に立っているということで、結構何試合かありましてね、はい、こんな感じで移籍期間にね今から突入するわけなんですけれども、あとサウスアメリカンプレイヤーオブザイヤーみたいなのが発表されるみたいですね。で、1月1日から、移籍期間開始ということでね、まあそこまで進んでいきたいと思います。では日程進行いきましょうか。移籍期間ね突入したんでね、まあまあ、いい移籍話があったらね移籍してやろうかなと思ってます。はい、まあ話は聞かんとね、まずね。OK、パレデスがサウスアメリカンプレイヤーオブザイヤーを受賞ということで、顔は完全にモブですけどね、これ。OK、おめでとう。まあ、僕はね、北欧の選手なんでね。うん。シモン・テルンね。それでは移籍期間入っていきましょうか。どんな感じなのかわからんけどな。ちょっと楽しみではあるよ。すさまじく楽しみであるわ。エールディビジョンの月間ベストイレブンが発表されました。入ってないわ、やっぱりな。ちょっと活躍足りんかって、ほんまに全然。もう一つの、目立った活躍してないから。はい、ということで、まあ、とりあえず移籍期間開始しました。なんとか、ね。したいな。今日から移籍期間だ。君へのオファーがあったら全て報告するよ。楽しみにしていてくれ。背番号の希望も今日から出すことが可能だ。ヘレンフェーンは君との契約延長したいそうだ。条件は悪くないが、もっといい条件のオファーが来るかもしれないからよく考えてほしい。結構楽しいな、これ。この期間はほんま楽しいな。OK、目標見つけてる。これはいいな。おほほほほほ。OK、やっていきましょうか、移籍期間。こんにちは。それではやっていきましょう。ヘレンフェーン VS ヘラクレスアラベラ。元ね、平山選手がね、まあ、在籍していたクラブですね。もともとでオランダの、オランダ時代ですね、平山選手。オランダ時代に、まあ、平山選手が在籍していたヘラクレスというチーム。よろしくお願いします。では行きたいと思います。どうや、あー惜しい。お、決めるよ。あー惜しい。 OK、 お、入った。よっしゃ、先制した。いいね。とりあえずな、スタジアムが揺れてるわ。オッケー。これはギリギリでしたね。第2技の駆け引きからゴールが生まれました。最後のスーパスなあ、結構打ったら入るみたいな感じあるな、枠に入ったらな。だからちょっと枠に向けて頑張って打つようにしようか。フォアテンドルスキー、ここでファウルがありました。今のファウルは失格のようでしたね。まあ、気になると思います。危ない危ない。うわ、もう終わった。あがーさあ、これまたすぐに追いついちゃうんですよね。今日は動きのあるゲームですね。いや、追いつかれちまったよ。うーん、セカンドボールをあなたに手を尽くしておく。いつまで喜んどんねん。ほんま、誰も言わなかったな。しゃあない。はい、 OK、 ロスタイム1分終了。はい、ということで前半終了。後半まで頑張ってやっていきましょうかね。はい、それでは後半戦でやっていきたいと思います。いきましょう。
こそ現代で起きるのが必要ですよね。よっしゃ、攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。戻すよ。あ、聞いた。で、会いたい。ちょっとちょっとセッターがやろ。よっしゃ、来い来い。よっしゃ、あかん、やばいな、いけるか、あかん、あかん、何してんねん。あー、帰られた。あかん、小林勇気が出ていった。あかん、今日もまたね、何も絡むことできずということで、ついわこれ。はい、ということで1対1、まあ、途中交代させられたけどね、まあ一応ね、まあ、1対1で同点引き分けということで、1個ぐらいオファー来てくれよ、寂しいぞ。さあどうや、来ましたね、世界、年間最優秀選手を受賞ということで、リオネル・メッシですね、まあ、これはバロンドールかな、バロンドールかな、さすがにまあメッシやわな。世界最優秀選手が発表されました。世界最優秀監督が発表されましたということで、誰なんや監督は。頑張りたい。そしてディエゴ氏、移籍市場果たして来るのか。来い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 、来へん来へん来へん、あーかん、試合までなってもだ。うわー、全然オファー来へんで。契約延長のオファーが来てるわ。いつまでに決めなあかんのこれ。もう金の使い道とかあんのかな。まあ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 悪くはないよな。